つくも国理10月18日から1972年1月4日は、日本の政治家、衆議院議員、宅務政務次官、政友会幹事、翌山政治会常任総務などを歴任、東京府西多摩郡尾梅町上町出身、つくも助光の次男、つくも校の弟、旧政東京府立第二中学校卒業、安田銀行員養成所修行、 安田銀行、小賀銀行に勤務した。小賀銀行宇都宮市店長を務めた。宇都宮市において新聞経営に従事した。下野銀行相談役、下野新聞社顧問、下野日日新聞社顧問などを歴任した。1928年の普通選挙による最初の総選挙で当選し政界に入った。通算8回衆議院議員に当選した。 戦前は立憲声優会に所属し、久原久之の直系の政治家として、声優会の幹事、総務、顧問を歴任した。1938年、暴挙後国団事件に関係して、議員を除名された。1939年9月、卓務政務次官に任せられた。1939年の声優会分裂に、 最しては、区原や鳩山一郎と共に政党派に所属したが、鳩山、三つ地中蔵ら自由主義的な議員が多い、政友会政党派内にあってつくもは総裁、区原と共に数少ない新軍派として知られた。政党解消後は、翌三政治を推し進め、当場内閣に対しても、政権末期に新軍派の中から、党格運動を支持する者が出てきた中にあって、最後まで、 東場内閣を支持した。財団法人満州移住協会で役員を務めた。戦後は、旧聖誘拐政党派の大半を占める鳩山系の議員が決闘に参加したものの旧半軍派の流れを組む日本自由党にも、新軍派の政治家が多く所属した大日本政治会を母体としながらも、鳩山系は、もちろん久原系も含め聖誘拐政党派の議員が、 ほとんど決闘に参加しなかった日本新歩党にも参加せず、岡田忠彦、西村茂雄、平田卓治、東条忠氏、松浦伊兵ら旧正誘拐政党花井の他の、久原系の議員と共に、院内会派、無所属クラブの結成に参加した。だが、翼参議院同盟の理事を務める、東翼参議会の要職を歴任したため、公職追放された。 追放解除後は自由党に復党したものの1952年の第25回衆議院議員総選挙には落選し、翌年の第26回衆議院議員総選挙で返り咲きを果たした。連続6回当選を果たした戦前とは、対照的に戦後は選挙が弱く、6回総選挙に立候補して当選したのは2回だけだった。 1955年の第27回衆議院議員総選挙に落選した後保守合同により自由民主党の決闘に参加し自民党内では久原の娘婿石井光次郎が率いる水曜会に所属した1960年の第29回衆議院議員総選挙に当選して2度目の帰り咲きを果たし自民党を石井派の代議士として活動したものの 三年後の第三十回衆議院議員総選挙に落選し、政界から引退した。1972年1月4日、78歳にて死亡。戦中につくもは、翌三政治の根本理念は、どんなに長期戦になるとも、いかなる強敵が現れても、必勝する大信念と大戦争力とを生み出して、戦争に従事する、有志諸君をして、 高校の憂いながらしむること以外に何者も,もあり得ないと、固く信じて疑いませんと政権を述べていた。趣味は読書、旅行、仏像研究。宗教は仏教。住所は東京梅町、大梅。1922年に分家した。三玉自由闘争始の風を身につけた子は表の政治家であり、ドスの効いた弁舌で名刀事件や定人事件の、 高貴問題追求に凄みを見せた。また、軍部、右翼とも密接な関係を持った。青梅市、墨江町にある昭和初期の建築物、つくも亭の一般公開が2014年11月から開始された。都内の自邸は1945年5月25日の空襲により消失した。ありがとうございます。